プロ野球ドラフト会議サポーティドバイリポビタンデー24日、都内ホテル。商法、金丸早産はどの球団へ各球団の指名選手一覧。命大、早産類内野手は5球団競合の末、楽天が交渉権を獲得した。広島、西武、楽天、日本ハム、ソフトバンクが競合した。くじを引いた森井社長は、ほっとしました。 全スカウトの思いで弾かせてもらいました。スケールの大きい、日本中のファンを魅了する選手になってほしい、とうなずいた。広陵出身で今年3月には侍ジャパンにも選出されるなど、総攻守の3拍子が揃うスター候補。ドラフト前には地元、広島が1位を公表した。寛大、金丸と並んだ今ドラフトの目玉、20年に1人の遊撃手、として注目されていた。 総山瑠璃、2003年2月27日生まれ。21歳、広島県三好市出身、175センチ、80キロ、右投げ左打ち、小学1年から宮坂少年野球クラブで野球を始め、中学時代は南式の紅葉スカイバンズでプレー高齢では1年夏からベンチ入りし、同年夏と2年春に甲子園出場。 明大では1年春途中からレギュラーをつかみ、2年春は首位打者。ベストナインは3度、今年3月に侍ジャパントップチームに選出されるも、オープン戦で受けた子宮による右肩甲骨骨折が判明し欠場。